はい、皆さんこんにちは。通夜館内市の横山と申します。今回は、通夜館内の実務として、東京にあります上野恩賜公園について見てみたいと思います。上野恩賜公園ね、まあ、上野公園と言ったりしますけども、概要なんですけども、東京都の台東区にね、ありますね。で、面積が約53ヘクタールですね。で、その公園の中にはですね、博物館、動物園等ですね、多くの文化施設がありますよと。で、江戸時代はですね、東叡山、寛永寺ですね、寛永寺の、まあ、境内だったんですね。で、幕末にですね、戊辰戦争があって、まあ、その中の上野戦争っていうのがありまして、で、それでですね、まあ、その兵隊がですね、その寛永寺に立てこもったりとかしてですね、まあ、それでその伽藍が焼失しちゃったわけですね。で、一帯は焼け野原になったと。で、その後にですね、オランダのお医者さんであるボードウィンさんがですね、まあ、来日してたんですけども、まあ、その人がですね、まあ、働きかけで、まあ、その人のアドバイスでですね、1873年に、芝浅草、深川ね、飛鳥山とともに、まあ、日本初の公園に指定されたわけですね。日本初の公園っていうのがね、まあ、ポイントになりますね。で、近世から署名寄せ野の名所として有名ということで、まあ、江戸時代からですね、その桜の名所として有名であると。で、桜の開花時期になると大勢の花見客が来るということですね。まあ、花見のためにね、上野公園行かれる方たくさんいらっしゃいますよね。で、まずね、その中の、その上野公園の中のね、まず建物を見ていきたいんですが、まずね、東京国立博物館ですね。まあ、通称、東博と呼んだりしますね。1872年に創設されまして、日本最古の博物館というふうに言われてますね。で、本館はですね、1937年に今、竣工されまして、鉄筋、鉄骨、コンクリート造りで、渡辺仁ですね。渡辺が設計しましたと。で、日本の絵画、彫刻、工芸、書籍を展示ということでですね、まあ、その日本の伝統的なそういったものをね、多数展示していると。で、あとね、東洋館ですね、谷口義郎ですね、が設計しまして、1968年に開館しましたと。で、東洋館はですね、まあ、文字通りアジアの、ね、美術品をまあ収蔵していると。で、表慶館ですね。これは1909年ですね。大正天皇の成婚祝ってですね、開館したんですけども、片山藤熊っていうね、まあ、有名な設計家いますよね。片山藤熊が設計したものであると。で、あとですね、法隆寺宝物館ですね。これは比較的新しくて、入り口入ってすぐ左側にあるところですね。1999年に開館しまして、まあ、7世紀のね、宝物を展示していると。まあ、非常にこうたくさんのですね、国宝もなってですね、まあ、穴場というかですね、まあ、非常にこう見る価値があるところなんですが、法隆寺のですね、まあ、宝物を多数ね、展示していると。平成館というのは奥の方にありまして、その浩宮様ですね、のご成婚を記念して1999年に開館したということですね。で、あとですね、その敷地の中には、まあ、庭園とかですね、あとはその黒門と呼ばれるですね、その江戸時代の大名の門もね、あったりしてですね、まあ、いろんなものがありますよということですね。で、国立西洋美術館ですね。この美術館に関しましては、最近ね、非常にこう話題になりましたよね。西洋の美術作品を専門とする美術館で、1959年にですね、まあ、設立されましたと。で、設計はですね、フランスの、まあ、もともとスイスの人なんですけども、まあ、建築家のね、ルイ・コルビュジエですね、が、まあ、設計したと。で、2016年にですね、世界文化遺産に登録されたんですね。ですから、ここは非常に重要で、東京都内でですね、まあ、唯一の世界遺産であると。で、印象派など19世紀から20世紀前半の絵画彫刻を中心とする松方コレクションということで、まあ、そのお金持ちのね、松方さんという人がいるんですが、まあ、その人がね、収集した
絵画を多数ね、こう展示してるわけですね。で、モネとかゴーギャンとかルノワールとかルーベンス、ミレー、ロダン等のですね、美術作品が約ね、4500点も収蔵されていると。で、まあ、絵画だけでなくてですね、まあ、ロダンの考える人や地獄の門など彫刻も多数ありますということですね。で、あとですね、西郷隆盛像ですね。これはね、まあ、有名ですよね。ちょうど上野公園の入り口、ちょっと入ったところね、右側にあるんですけども、ちょっと高台のところにありますね。高村光雲というですね、まあ、有名なその彫刻家がいるんですが、彼の作で、傍らに犬が連れてるんですが、ツンっていうね、犬がいて、それはですね、また別のその彫刻家の後藤さんっていうね、後藤貞之さんが作ったと。で、西郷隆盛はですね、まあ、下駄履きで着流しの散歩姿ということでね、まあ、非常にこうカジュアルな格好してるわけですね。で、上野のシンボルの一つということですね。で、西郷隆盛が死んだ21年後ですね、1898年に、ね、まあ、建立されたということですね。で、まあ、西郷隆盛自身は日本の武士、軍人でありね、政治家である人なんですけども、1828年に生まれて、1877年ですね、まあ、西南戦争の時に、まあ、お亡くなりになったと。で、銅像の身長はですね、3.7メートルということで、まあ、実際の身長よりね、もちろん大きいんですけども、3.7メートルの銅像が立ってます。今度ね、動物園ですね。上野ズーですね。恩賜上野動物園ということで、1882年にね、開園しましたと。で、日本最初の動物園ということで、日本一の入園者数ですね。まあ、東京のど真ん中にありますからね、非常にたくさんの人が訪れると。で、敷地は14ヘクタールで、西とね、東に分かれてるんですね。西園と東園に分かれていると。で、そのね、2つ分かれている間に、短いんですけどね、モノレールが走ってまして、で、そのモノレールが日本初のモノレールなんですね。で、約ですね、350種の2500点の動物を飼育していますと。やっぱりね、上野の動物園って言いますとね、パンダが有名ですけども、1972年からジャイアントパンダを飼育しています。で、パンダ以外にもですね、スマトラトラとか、ニシローランドゴリラというですね、まあ、そういった希少価値のあるですね、希少動物もいますよと。次ね、東京文化会館ですね、これは上野駅のね、すぐ横にあるんですけども、1961年開館の、東京都立のですね、まあ、ホールですね、コンサートホールですね。東京都交響楽団の本拠地で、建築家のですね、前川邦夫っていう有名な建築家がいるんですが、まあ、彼がね、設計したと。で、前川邦夫っていうのはね、ル・コルビュジエの、まあ、お弟子さんでね、その前川さんの代表作ですと。で、海外の有名歌劇団が来日したときは、まあ、公演によく使ってまして、まあ、クラシック音楽とか、オペラの聖地としてですね、有名ということで、まあ、その何て言いますか、非常に立派なね、コンサートホールがありますと。で、今度ね、上野東照宮ですね。日光東照宮の、まあ、まあ、あれなんですけどね。まあ、いずれにしてもですね、その徳川家康の、まあ、東照大権現ですね。徳川家康と吉宗と、慶喜ですね。ですから1代目将軍、8代目将軍、15代目の将軍を祀ると。ですから、まあ、江戸のね、江戸幕府の将軍を祀ってるわけですね。で、もともとはですね、1627年に藤堂高虎が創建しまして、現在の社殿はですね、17世紀の中頃ですね、1651年に家光が改築したものであると。で、本殿はですね、拝殿石の間、本殿の3つの部屋からなる権現造りであると。で、唐門がですね、有名で、左甚五郎作のですね、上り竜と下り竜の彫刻が、左右にありますよと。で、スケベにはですね、上段には野山の動物と植物と。で、下段にはですね、すみません、海鮮ですね、海と川の動物の彫刻があるということでね。まあ、ざっくり言うと上にはその山にいる動物と、で、下には海とかね、川にいる、水のとこにいる動物が、まあ、彫刻があるわけですね。
で、道灯籠がですね、48基ありまして、まあ、その灯籠はですね、諸大名から奉納されまして、で、入り口出てたところのね、ちょっと離れたところにお化け灯籠って言ってね、非常にこう高い高い、でっかい灯籠があるわけですね。6メートルの灯籠があります。で、上野東照宮はですね、牡丹でも有名で、牡丹園がありまして、日中友好を記念してですね、1980年に開園したんですけども、500株以上の牡丹がね、ありますよ。で、清水観音堂ですね。これはですね、1631年に、天海大僧正によって建立ということで、京都にあるですね、清水寺をね、まあ、模したやつですね。清水寺本堂と同様の、まあ、似たようなね、建築になっているということですね。ちゃんとこう、プラットフォームでですね、こう、なってるわけですね。で、本尊はですね、清水寺より絵心、創図作の千手観音像を秘仏として祀るということですね。まあ、清水観音堂はですね、これもちょっと高台にありまして、その、不忍池をね、見下ろすことができると。で、不忍池弁天堂ですね、これは上野公園のね、横にありますけども、まあ、周囲は大体2km で、全体でですね、11ヘクタールがあると。で、7月から8月には、蓮の花が咲いて非常に綺麗であるということですね。で、冬はですね、カモなどの渡り鳥が多数渡来すると。で、池をですね、琵琶湖になぞらえて、竹生島を模したですね、島を作って、弁天島を祀ると。で、現在の弁天堂は、1958年に再建されたものですよということですね。まあ、その、不忍池のね、ところに、まあ、弁天堂が立ってまして、で、それはですね、池はですね、琵琶湖を見立てまして、で、その弁天堂のある島はですね、竹生島を見立ててるわけですね。で、本尊のですね、その弁天様いらっしゃるんですけども、まあ、竹生島からですね、まあ、持ってきたものであると。いただいたものであるということですね。あとですね、旧寛永寺五重の塔ということで、五重の塔がね、立ってるわけですね、上野公園ですね。1639年に再建されまして、まあ、五層のみがですね、まあ、銅瓦で、銅板でね、拭いてあるんですけども、他はですね、瓦葺きであると。で、高さが36メートルで、第1層にはですね、釈迦薬師阿弥陀、弥勒のですね、まあ、仏様がいらっしゃると。で、五重塔はですね、もともと寛永寺のものなんですけども、今はですね、その上野動物園の敷地内にありますので、しっかり見たければですね、まあ、動物園なんか入る必要があるんですね。